京セラドーム大阪で行われた今シーズン2度目の鷹の祭典。鷹の祭典で今年初勝利を目指すホークス。先発のスチュワートは2回、1塁2塁のピンチ。対するは福岡大大濠高校出身の西武、古賀。センターへタイムリーを許し1点を先制されます。スチュワートはその後再三ランナーを背負いながらもあと1本は許さない粘りのピッチングを見せます。迎えた5回、満塁のピンチ。ライトへタイムリーを打たれ2対0。スチュワートはここで無念の降板。2番手武田に後を託します。なおもワンアウト満塁の場面。武田、ここをしのげるか。注文通りのダブルプレー。ここをしのぎ追加点を与えません。続く6回、回またぎとなった武田はきっちり三者凡退に抑え、西武打線に流れを渡さず味方の反撃を待ちます。5回まで無得点の打線はその裏、先頭三森。今シーズン初ホームランで2対1と1点差に迫ります。1点差のまま迎えた9回、ランナーを1塁に置き4番、柳田。鋭い当たり、相手のエラーを誘い出塁。3塁1塁と一打同点の場面を作ると、京セラドームに詰めかけたファンの声援を一身に受け、続くは牧原大成。名手源田の好守備に阻まれ、これで2アウト。なおも続くチャンス、この男のバットに全てを託します。打席にはデスパイネ。あと1点が遠かったホークス、今シーズンの鷹の祭典初勝利とはなりませんでした。